1978年の夏だったと思う。ドクター取って原子核研究所の研究員だったんです。で、その時に東大本郷でセミナーがあると聞きまして、で、まあみんな、押しかけて、私、自分で、家にこもってこう計算して変換した面白い方程式が出てきたんですけど、それが意味が全く分かんなくて、これ何だろうなと思ってたら、南部先生の話で出てきたモデルと全く同じだったんですよ。南部先生はそれが流体力学だとおっしゃってた。なるほど、これが流体力学かというので、それで僕も嬉しくなって、すぐ多分9月頃に論文書いて、その夏に原子核研究所に南部先生が来られた時に、藤川さん、中島秀夫さんと私と2人が原子核研究所のサロンで黒板使って自分の話をして、で南部先生が横にいて質問してくださったんですよ。でその後もちょっと藤川さんのお宅に行って、なんか一緒に食事まで食べさせてもらって、少しく話をさせてもらって、あ、南部先生ってこんな人なんだと非常に嬉しかったんです。それが最初のきっかけで、でそれから僕は KEK の助手になってたんですけども、まあ、その時も何度か来られてたんだけど、81年から83年前、実はシカゴ大のポストドクで取ってもらったんだけど、瀬尾浩一さんって僕の共同研究者で僕の後輩なんですけど、彼がまずポストドクに、シカゴ大のポストドク決まってた、あ、よかったねって話をしてた。そしたら南部先生が電話かかってきて、もう一つポスト空いたからお前も来ないかって言われて、でもどうしようかな、僕はあんまりあれだからと思ってたんですけど、瀬尾さんがいるから、僕一人では無理のようなタイプだったんで、多分2人だったら大丈夫だろうとみんな思われたんで、それで取ってもらって行ったんです。それで2年間お世話になって、まずシカゴに着いたら、まあ、ちょっとは南部先生すぐ車でシカゴのダウンタウンをわーっと車で案内してくれて、シカゴってこんなとこだよとか言ってくださって、要するに非常に家庭的なんですよ。そんなことで僕はだからそこで2年間お世話になって、で非常に楽しくやって、いや、そんなとこで勉強しないといけないのにお酒ばっかり飲んでて全く勉強しなくて、で非常にいい雰囲気で、でも南部先生から怒られましたけど、お前お酒やめろとか言って怒られたことあるんですけどそれにも従わずに楽しくやったんです。だからこの楽しい雰囲気が物理をやるのに重要だなって分かったんです、実は。で、まあそれがきっかけです。はい、南部先生のほほほと笑ってもらうという笑いですよね。あれはもうその、微笑みの物理学っていうようなものの創始者だとか、でもうちょっと考えてそういうのはあったなと思って、中宮寺の弥勒菩薩、広隆寺と中宮寺と弥勒菩薩あるんだけど、広隆寺の方はちょっとシャープだけど、中宮寺の弥勒菩薩のゆったりとしたその微笑みっていうのと、南部先生と、まあ僕はなんか似てると思って、そういう雰囲気を与えた人、シカゴ大の先生方全部南部先生尊敬してるんですよ。お昼の時に研究室の人たちとランチに行って、ちょっとしたもうスナックを買って、でみんな芝生の上で食べて、で議論してるわけで、僕ら英語も何にも分かんないんだけど、でも南部先生はそんな鋭い物理の議論を戦わせてるという雰囲気はなかったですね。みんな楽しそうになんか日常会話してるわけ。よくはあるんだけど、食事に行ってそのなんか鋭い物理の議論してるとなんか消化に悪いですよね。それでそれいいんだけど、それよっぽどちゃんと、いや、できる人はできるんですよ。できる人はちゃんとその場でパーッと
相手に言ったことが分かってすぐ反応してそれできるけど、それは相手に言ったことがすぐ理解できて自分が答えを出してっていうことができない、できないんで、それは頭の中のこのショートカットのこの回路があるだけですよね。もっとゆっくりしたこうずっと回ってくる回路を南部先生お持ちで、で僕が質問あの南部先生のとこ行って質問したら窓をずっと眺めてらっしゃる。窓をずっと眺めてて、まあ2、3分経ってからこっち振り向いて、あ、それはこうだよとかって一言言うだけなの。こっちは言ったことが多分瞬時に分かってらっしゃるけど、それを頭の中でこう長い回路でこう考えてから柔らかい答えが戻ってくるから、南部先生の論文は分かりにくい。それはワインバーグとかね、あの辺の論文言ったらもうスキーッとしてて読んだら誰だって分かるわけと全然違うの。読んでも何やりたいのかすら分からないような論文だから、だから10年かかるって言ってるだけだけど、言ってることはすごいいいこといっぱい言ってらっしゃるんですよ。だからそれが10年後に生きてくるっていうようなことはもちろんあるわけですけど、 TK の助手になったんだけど仕事もほとんどなくて、で自分のそのまあ立場っていうかそこにいること自体がもう後ろめたくて、で自分はできるかどうか分かんないと思ってた、ずっと。それが完全に消えたのが40歳にならないと消えなかったんだけど、でも南部先生30いて、そこで分かったんですよ。分かったけど、それを自分の中で、まあ、理解するまでに、まあ、あと10年ぐらいはかかるんだけど、だけど、南部先生に会わなかったら、僕も物理やめてたんじゃないかな。物理をやる人は、そういうカリスマ的な天才肌の人が、だってニュートンとか、アインシュタインとか、あんなもう電気読んだらダメですよ。あんなもうすごいことばかり書いてて、それはそうなんだけど、大抵ね、2種類のタイプがいて、僕は偉い人2種類あって、まあ、南部タイプと、まあ、ニュートンタイプって言っていいかもしれない。鋭くて嫌な人。もう人とはなんだっけ、惑星の運動でハリーとやり合ったりとか、微分、積分どっちが早いかとかやり合ったりとか、もう喧嘩ばっかりしてるわけでしょ。要するに、ものすごい嫌な人ね。嫌って、ものすごい嫌な人でない限り物理はできないんですよ。鋭くやって、物理やるためには人に負けたらダメだから、人をけなさない限り絶対できない。だからそういうタイプがほとんどなんですよ。で、どうも我々はなんでだろう、東大の悪影響かな、そういうタイプが自然科学をやってると思い込んでたわけ。で、そのトラウマがずっと持ってたわけ。ところが南部タイプって一方にあって、これ全然違うんですよ、もう。要するに、ある意味楽天的で温かくて家庭的で、しかしそういう人ほどアイデアがある、アイデアが湧いてくるとか、そういう思いつくためにはそういう雰囲気でないとダメで、それのもう一つ南部タイプがあるなと知らなかったんですよ、僕30になるまで。僕、東大の山口義雄先生の研究室で、これ怖い先生で、何やってもお前こんなことやったらダメだとか言って、物理やるには実験がわからないやつは理論をやってもダメだって言われてて。で、その頃わかりませんって言ってたんだけど、ところが、50、60になってきて、山口義雄先生の言ってることが正しいってことがようやく分かってきた。正しいことを正しくおっしゃってた。正直におっしゃった。あまりにも正直におっしゃった。理論やってたらダメで、実験が分からない限り理論はダメなんで、
それをちゃんと我々にあの叩き込むようにしてたんだけど、それがまた言葉がきついから理解できない。とかそういう雰囲気の中でみんな育っていて、で南部先生に会ってびっくりした。なるほどなということが分かって、あのだから若い人も僕そう思う。そこの雰囲気作りができれば一人で育つんです。だからで勉強たくさんやってるじゃないですか。いっぱい教わってで勉強もしすぎは良くなくて、南部先生がどれだけ勉強してたかはよくわかんないんですけど、よくなんかそのあのみんなと話しに行った時に話題にこういう話についての話題が出たりするじゃないですか、新しい話題。そら南部先生はあ、それ重要なんだけど勉強する余裕がありませんでしたで終わりね。昔の大理論ね。だから余裕がないって勉強してないってことをさらっとおっしゃる。だから全部勉強することがいいかどうかわからないんだ。その勉強の仕方があって、正しい勉強の仕方っていうのは、その南部先生がその対称性の自発的あぶれを見つけた時のやり方なんだけど、まず BCS が仕事をした。でシュリーファーがシカゴ大にやってきたかな。でシュリーファーは一番若くて、でシュリーファーが直接その仕事を聞いて、これは変だと思ったっていうわけね。電荷の保存則という最も重要なものが、電荷が電子2個がコンデンスするから、電荷がマイナス2のものが世の中に満ち満ちてるから、世の中の電荷というのは保存しないから、それ変だと思って、でそのことを2年間考え続けたとおっしゃってて、その間にボゴリボフとか世の中の人はいっぱい論文書いてたけど、一切それを勉強せずに自分流に考えたら、2年間考えたら分かったというのが、その対称性の自発的あぶれで、これ普通の人はそこで人の影響を受けるから、僕らもやってたらすぐ誰かが、アメリカの人がこんな論文あるよと言われたら、なんか知らないと恥ずかしいというような言い方みんなにされるのね。こんなことなんで知らないかとか、そんなこと、いや知らなくていい場合もあるわけで。で、南部先生の研究のスタイルはそれなんですよ。だから何か思いついた、その変だと思った人は世の中いっぱいいると思います。だけどまあ BCS 理論で実験が合うしいいなと思って、それでまあ納得してるところは、そこをずっと一人で考えて2年間考えて分かったという、そこのやり方だから、やり方もそういうやり方ですよね。一つ情報を得るよりも自分で一つ考えた方がよっぽどいいんですよ。でも結果はなかなか出ないですよ、もちろん。だけど自分で一つ考えて、また二つ考えてやっていって、やっていくと必ずやったことが、20年前に誰かがやってることとか、10年前にやってることとかを やっちゃうわけ、自分で。それが10年前、5年前、3年前となってきたら、あ、もしかして僕のやってることは正しいんじゃないかと思うわけ。で、それを10年前、5年前、3年前の論文を勉強してたんじゃダメだと思う。勉強しないで自分でやってると必ず、なんかにぶち当たって、ちょっとした小さな発見が、これ誰でも僕はあると思う。あって。で、その発見を、その時は人と話して、こんなんあるかって聞いたら、大昔ありますよってみんな言うから、ああ、やっぱりあったかって言って、で、またもうちょっとやってみてという、そのやり方ですよね。僕はいつもみんなに言ってるんですけど、アトリエとサロンを意識すると。つまり、
アトリエっていうのは、あの画家がアトリエにこもって絵を描いてる。そのこもって絵を描いてる段階と、サロンに出てみんなと楽しく話をするあの機会と、この二つをうまくこの交互でもいいし、あの、持たないといけない。つまり、サロンだけやってたんじゃダメ。で、僕はこもることの重要性を言ってんだけど、そのアトリエにこもる時間、なるせいで2年間こもりっぱなしだった。これなかなかできない。でも、それをやらない限りは絶対そんな、新しいことはできなくて、考えるしかなくて、その人間の考える力ってすごいんですよ。そんな、あの、考えたら なんか進んだ。だって、大昔からなんかギリシャ哲学からなんかかんか、ものすごい人間考えてきたじゃないですか。その、あの凄さというものが我々にあって、それをどうやって引き出すか。だから、その引き出したものを潰さないような、家庭的で温かい雰囲気というのが、もう一番じゃないかなというふうに、あの、考えてますけど。